るに過ぎん。本気で命張って親玉を守ろうなんてやつはいないはずだ。親玉の首さえ取ればおそらくあの組は崩壊する。それが分かっただけでも乗り込んだ意味はあったんだ。まったく今日は商売上がったりだ。あんたたち明日からしっかり稼ぐんだよ。なんとかして逃げよう。ね。ダメだよ。え？私、逃げられない。なんで？私が逃げたら、お父さん殺されちゃうもん。でも、嫌なんでしょ？だいたいなんで親父の借金、娘が肩代わりしなきゃいけないの？だって、家族だもん。あんたにだって家族。ごめん、悪いこと聞いちゃった。ううん、家族なんて面倒なもんだね。どういうこと？あんたはもう刀を抜かなくていい。ただいてくれるだけでいいんだ。なんだと？なんで俺を誘った？喧嘩に貸したいからじゃねえのかよ。いいか、世の中には2種類の人間しかいない。支配するものとされるものだ。俺があんたみてえな力を握ってるだけで、支配された奴らは歯向かっちゃこねえ。それが効率のいい支配ってやつだ。あんたの言う力ってのは、他人を支配するための力が。その通りだが。